バロキティ、はいはい、どうもハピネスダークのハピネスです。ウォーフレームのね、初見実況プレイやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日ですね、ニュークス姉さん出たいと思います。うふ、腫瘍がついてたけど取っちゃったわ。はい、それで今回ね、この電気のトンファー、ちょいちょいね、これお気に入りでね、ハピネス生放送じゃない、初見実況でね、ちょいちょい出しているんですけれども、今回またちょっとね、前回使ってた時よりもビルドをちょっと変えました。はい、状態異常確率がね、もともと 30% ぐらいかな、ある武器なので 82% まで上昇させました。はい、まあ攻撃力とかはね、まあそれなりに高く上昇できたのでいいんじゃないかなって感じです。まあクリティカル率とクリティカルダメージをそんなに上昇させてないので、まあ数打って当てるっていう感じですね。はい、一応信用積んでおります。で、あとね、ファリスで状態異常確率 81% で、このデックスシバリスをね、クリティカル率 104% のクリティカル倍率 4.4 かけでいきます。はい、でニュークス姉さんね、3番を使って、相手を混沌の渦にね、落とし込んで、あんたたち同士打ちしちゃいなさいよね、連打していきたいと思います。はい、ではそんなわけで今回、第1回目の冥王星進出でございます。前回ね、イナロスの砂アラースイが終わったので、初めての冥王星収録していきたいと思いますよ。さてと、機動防衛と、確保ミッション。ああ、せっかくだったら機動防衛でいきましょう。確保ミッションの方がね、早くに終わるのは分かってるんだけども、やっぱりこっちに限るって感じ。イヒヒ。止まらないで、ニュクスー、あーい、こんがらがっちゃったわ。はい、行きます。敵強そう、めっちゃコーパスかよ、いきなりって感じだね。てかコーパスなんだよね、ここ的ね。はい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 、わかりました。 OK です。グリニアのネットワークシステムに潜入する間、グリニア、あれじゃコーパスだろ。どうしたんだろう、タス姉さん。うっ、強、びっくりした。あ、デュクス・ファリスを持ってんのか。俺シバリスを撃ったつもりだから、めっちゃ速いな、弾速どうしたって思った。おお、強い、通用してるわ。さすがデュクス、デュクス・ファリス、めっちゃ強いですね。いいね。さあ、ユーラは混沌の渦に飲まれちゃえよ。オッケーオッケー、よし行きましょう。まあ、効果時間もね、ちょいちょい伸ばしておりますので、まあ同士打ちを狙う感じですね。戦わずして勝つと、そういう感じで行きましょう。そう、効率もね、そんなに高くないので、もう同士打ちを狙いまくり上がりって感じですよ。ふい、うい、あ、コーパス相手にファリスを持ってくるのもどうかと思ったけど、まあそのあたりよく考えてなかったよ俺。まあこういう広い戦場でね、敵が寄ってくるからこそ、デュクス・ファリスじゃなくてデュクス姉さんの3番が光るというところでしょう。はいはい、どんどん寄ってください。あ、いいね、オレンジクリ出ますね。はい、効果範囲も広いよ。さあ、あんたたち、あたさ高みの見物よ。ほほほ、同士打ちしちゃいなさい。いいですね、いいですね。オッケー、コーパスだけにいいですね。ちょっとあんた、いいですね、いい顔してますね。ほら、あいつらも混沌に飲まれてるわ。なかなかこの防衛対象のところに寄ってくる敵なんかいないんじゃないの。ヒヒヒ、私がニュークスよ、確保しなさい。オッケーオッケーオッケー、いい範囲ですね、いいビルドですね、防衛向きビルドですね。当たらん。オッケー、ニュークス姉さんじゃねえ、ロータス姉さん、俺に任してくれ全てを。お前なんか来ても無駄無駄無駄、お前みたいな強いタイプは私の味方に引き入れてやるわよ。 OK、 30秒持ちます。新しいのが来たな、お前も混沌に陥れてやる。さあ行きなさい、私を氷のフィールドで守ってちょうだい。ニュクス姉さん最強ですねこれ。強いね。お前も味方じゃ、ボケ。 OK、 味方にしちゃったぜ。あんたも味方になりたいの、いいわよ。あ、何何、アンビュラスがいるんだけど。マジか、通常でアンビュラスが出てくるようになってやがる。そういうこと、そういうステージなのここは。わかりました、ちょっとオッケーオッケー、ナリファイナリファイやられてくれ。よし行くで、よしよし、エネルギー回復しながら行かないとやばいねこれ。あ、結構効くねこのトンファー、いいね。アンビュラスどっかにいたでしょ、アンビュラスいたでしょ、ちょっと倒さなきゃ。いた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 、アンビュラス強えからな。でもアンビュラスでさえ仲間になってないか今俺。あ、あいつは効いてないのかな。うい、オッケー、アンビュラス仲間にできるよ。あ、できた。できたわ、マジか、超余裕じゃねえかよこれ。
あ、そう。じゃあオペレーターで沈めてやりましょう。お前からいい素材が出るかな。出ないね。あ、めちゃくちゃ強い、こいつめちゃくちゃ強いぞ。まあいいか。あ、行こう。あれ、俺鍵持ってる。あ、やべえやべえ、火力がめちゃやばい。火力がやばいやつだこいつら。オッケー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 。ちょっとアンビュラス倒したいね、1体ぐらい。せっかく冥王星来たんだし。アンビュラス、うお、ビビった。やっぱお前ダメージ受けてないよね、確実に。めちゃ強くないかあいつ。危ねえ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 。ちょっとあれは強いやつだな。困ったな。最大 HP がありすぎるやつだ。いてて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 。マジ強い。ちょっと縛りス打っていこう。クリティカルダメージで攻めよう。うわ、めちゃ強い縛りス。わお。突っ立ってないで私のアンビュラスを直せ。それは不可能です。あ、直そうとしてるこいつ。俺のサイファーには勝てなかったな。オッケーオッケー。お、ビーコン手に入れたよ。いつかのイベントで役立てたビーコン。よし、アンビュラスにはシバリスだね。シバリスがめっちゃ強かった。すげえ効いてたね。さすがクリティカル倍率高いね。よし、どんどん行きましょう。アンビュラス1体倒せれば良い。よしよしよし、オッケー。次なるポイントにやってきた。オッケー。私、高みの見物のニュクスよ。ニュー、あれ、なんか上に行けない。さあ、あんたたち混沌に陥れてやるわよ。死になさい。オベロンシャーシゲットよ。ありがとう、ごちそうさまよ。やめなさい、やめなさい。お、すげえ、シバリスで一撃ですね。てかクリティカル黄色クリが確実に出るっていうのが嬉しい。おお、近い近い近い。お前もアンビュラス積んでやがる。こいつアンビュラス積んでやがる。これもやばいやつだ。これやばい匂いがするやつだ。ちょっともう一回混沌に陥れて、私に弾幕が当たらないようにしないとやばいわこれ。アンビュラス死ね、アンビュラス死ね。なんだあいつめちゃ強えな。やるじゃねえかアンビュラス。防衛対象は余裕だね。うん、防衛対象を気にすることはない。てかアンビュラスまた戦うのか。それはさすがにめんどくさい気がするよ。よし、オッケー。おお、このデュクス系強いよね。よし、本当に落ちちゃえよ。本当ね、3番連打で。ああ、スケートマンがいるのか。スケートマンがいるのか、めんどくさい。そうか、このレベルになるとな。こんな高レベルのやつらが普通に出てくんだな。あぶね。よし、オッケー。やめて、あんま防衛対象あんま攻撃しないで。そんな耐えれるようにできてないはず。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。見る限りちょっとボロボロになりかけてるから、ありがとうありがとう。アンビュラス怖い、アンビュラス怖い。よし、オッケーオッケーオッケー。おった。死んだのかな、アンビュラスは。いつの間にか。いって、誰あんな一撃で持ってくやつ。あぶねー。ニクス姉さん、久々にノーミスでクリアしたいんだから。久々っていうのもおかしいは、おかしいな話だけですけどね。おいえ、おかしな話をね、あたししてやろうかと思うんですよ、肉種だけに。わかりますねえ、わかりますあんた。ちょっとそんなところで武器振ってますけど、近く寄らないでください。汚れるだろう。オッケー、よし、ここか。よし、ちょっとナリファイがいたね。ナリファイ潰す。ういうい、オッケー、ナリファイ、オッケー。よし、あとはコントン。これかかってる、かかんないからね、ナリファイは。オッケー、爆発しちゃえよ。おじいさん、おじいさん。よし、なんか味方が欲しいな、強い味方が欲しい。オッケーオッケー。あの強い、あ、ちょっと待って、またいるぞやつが。スケートマンがまたいるぞ。これデュークス系で潰すべきだ。下の方かな、下にいる、どこだ、あれだ、いた。十分強いじゃねえかあいつ。よし、オッケー。オレンジクリ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 、オッケー、クリクリしてやがる。オッケー、待ってますよ、ロータス姉さん。あんたしかハッキングできないんだから、私は回すしかないわ。こうやって戦ってね。ちょっとあんた仲間になっちゃいなさいよ。オッケー。3番と1番の連打。あー、また来たの。ちょっとさ、あのスケートマン来すぎじゃないですか。スケートマン来すぎだなこれ。いてて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 、ちくしょう、電気なんで、電気なんだよ。スケートマン来すぎだろ普通に。これをやばい匂いがする。よし、電気ダメージもね、高確率で発動してくれるんでありがたい。お、すげえすげえ、ナリファイのエキシマス。いてててて、電気がやばい。うい、コントン、オッケー。ケオス、ケオス、ケオスに。うわー、待って、お前はやばい匂いがする。スケートマンはやばい。ちょっと、あ、ありがて、よし、オッケー。コントンの勝ち、コントンの勝利。オッケーオッケーオッケー、行こう。ちょっとやばい。でもニュクス姉さんめっちゃ大助かりだわ。ニュクス姉さんさすが。これがニュクス姉さんの運用方法みたいになってる。オッケーオッケーオッケー。私みたいな背景の色しやがってこの野郎。
オッケー、行くわよ。でもエネルギー回復がね、ちょっとちゃんとできないと使いづらいね、このスタイルね。オッケー、クリア。あー、なんとかクリアした。いやー、慌ただしい戦場だったけれども、まあね、幸先いいんじゃないですか。いい出だしをね、冥王星飾れましたね。よしよし、これでね、エリスに向かおうとね、セドナに向かおうとね、自由ですから。っていうか、もうあと冥王星、セドナ、エリス、あとちょろちょろっとステージが残ってるだけなので、いや、終わりの兆しも見えてきましたよ、ストーリーね。いやー、感傷的になっちゃえば、今度は感傷的になることはないのだ。 OK、 よし、過去ミッションも行っちゃおうぜ。過去ミッションで過去過去って言いながらね。よし、じゃあ次はね、どんなビルドで行こうかな。超無敵の男で行こうか。すごい、確保に長けた男で行こう。さあ、確保ミッション、ボルトで行きます。まあ、超ハイスピードでね、行きたいと思います。威力 281% です。潜入ミッションがあるんだ。もうレベルも32とかだもんね。これでね、俺ね、ガラ姉さんを購入した時についてきたね、リベンモッドがね、解放できる気がする。いや、かっついオッケー、一度しか放てないだろうからね、効率と効果時間が 80% なんで、行きましょう。さあ、スピード2番ですよ、2番ですよ。 OKOK、 ゆっくりゆっくり行くんだ。最初はゆっくり。 OK、 あ、お前かよ。なんだよ、ナリファイかよ。じゃあ逃げるときに使いましょう、このスピードは。ちょっと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 、ここ戦いづらい。やばいやばいやばい、俺死ぬ俺死ぬ。危ねえ、敵を全滅させないとダメだこれは。めんどくせえなおい、めんどくせえなおい。オッケー、よし、次。誰もいない、誰もいないなら拾う、お前を。悪い子ね、迷子は僕が連れて帰ってあげればよ。ああ、死ぬわよ私。オッケー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 、よしよしよし、邪魔よ邪魔よ、行くわよ行くわよ。おっほ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 。おいおいおい、気持ちいい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 ね、気持ちいいね。はい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 、ああ、あぶねえ。もう放てない、もう放てないのかよ。まったく、でもゴールについちゃったぜ、気持ちよかったぜいいのかこれでOK です。じゃあね、今回の実況動画で冥王星2ステージね、クリアすることができましたね。よしよしよし、順調だぞ順調だぞ。おい、てなわけでね、今回はここまでにしたいと思います。そんなわけで、また次回の実況動画でもお会いいたしましょう。お送りしたのはハピネスサークル、ハピネスでした。バイバイ、さようなら、プンプン。